して、この後のメンバーの選手の捕まえ方の整理みたいなのをしなければならない時間帯だったかもしれませんが、あのこの縦パス一発だったんですけどね、ぱっとこう間が空いちゃったんですね、センターバックがボールに飛び出していって、はい、そこの間に入られちゃったんですね。